はい、このあと15時40分から伊藤さんの方で、えっと、フューチャーテクノロジートークということであのセッション開始してもらいます、えっと、そのセッション開始前にあの皆さんに聞いてみたいことということで伊藤さんから3つほど質問をいただいておりまして今皆さんに回答をしていただいている状況ですでまずちょっと1問目 AI を使ってデータ分析をしたことありますかという質問についてのご回答21点分ですかね、集まってまして、少し経験があるとないというのが全く同じ数字で来てますが、どうですかね、伊藤さん。そうですねあの、まあ、よく使っているという方も結構いらっしゃるので、なんか思ったより AI、やっぱり皆さん使われているんだなというふうに思いますねうんそうですね。 まだちょっとと投票されてるとこ、はいる次の質問はどうですかニューラルネットワークについて知ってますかということで、まあ。すごいですね。皆さんよくご存知ですね。ね結構知らないというのが少ない、<れ>一番少ないですもんね。皆さんだんだんこういうことが身近になってきてるって感じがしますね。もう一つ質問ありましたね。AI チップのことを知っていますかいああ<ー>。うん あのまあ、これは皆さん、おそらく AI チップのことは全然知らないんだろうなというふうに思ってたんですけれども、まあ、意外にも少し知っているという人がかなり多くて、私、個人的にはすごい嬉しいです <laughs> あ。そうですか、まあ、知らないという本当に今日もう、それを知りたくて、今日のセッションを聞きに来るって方同いう方が、ね、知らない方には、まあ、AI チップって一体どんなものなんだろうっていうのを、まあ、ちょ少しでもちょっとイメージできるように。えー していいいたただけたらなううふうに思いますそうですね今日とってもフューチャーテクノロジーということですごく興味深いお話で私も AI チップのお話すごい楽しみにしてこのセッション待ってました <laughs> 期待にに応えられるように頑張ります <laughs> そうですねいろいろ新しいテクノロジーになってくるとあの難しい部分やもう今日いろいろと AI に関するお話も聞いてきたのでそういったものが実際にそうテクノロジーの中で 具体的にどう活用されてどんなデータを使っているんだろうかといった話が聞けるのかなと思っておりますはい。もう3分ぐらいでスタートですねはい。ではそろそろお時間になりますので画面の方を撮っていただいてお父さんの方でお話を始めていっていただけたらと思います つきましたかね。はい、えー、それでは改めまして、えっ、ー、と IBM の、えー、伊藤恵組と申します。えっ、ー、とこのセッションではですね、まあ、フューチャーテクノロジーということで、えー、データサイエンスを加速する AI チップについてご紹介させていただきたいと思います。えっ、ーえー、とまずちょっと私の、えー、バックグラウンドを、えー、紹介させていただいた後に、まあ、AI の計算、AI の演算ってどういうことなんだろうって。 それをそのコンピューターで実行するっていうのは一体何が起きているのか、でそのコンピューターってどんなものがあるのかで、その中で AI チップというのは何なのかっていうところを皆さんにちょっとイメージしていただけるように今日ご紹介したいなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。でえー、とこのセッションの、えー、とトークについてはすべ、えー、て SNS 投稿 OK です。はい では改めまして、えー、と自己紹介ということで、えー、と私、えーと、日本 IBM の伊藤と申しますで。所属はですね、IBM の中の、えー、と研究部門、えー、日本の名前では東京基礎研究所っていうんですけれども、まあ、グローバルには IBM リサーチという名前の部門に所属していまして、その中の今はセミコンダクター、半導体の部門に所属しています。 で職種としては、えー、とスタッフリサーチサイエンティスト、まあ、研究員ですねをやってまして、えー、入社以来ずっとこの研究所に所属しています。でバックグラウンドとしては私はデータサイエンスのバックグラウンドは実はなくてですね、えー、とそういう意味ではあの皆さんの方がデータサイエンスについてはお詳しいと思うんですけれどもも、えー、ともと大学では OS とかハイパーバイザー いわゆる今のクラウドの元になったような技術ですねそういったところの研究をしていましたで、えー、と2008年に IBM に入社したんですけれども、まあ、最初の頃はその大学でやってたのと似たような研究を行っていたんですけれども、まあ、その後主にはそのサーバーで動くアプリケーションの性能を分析したりその、えー、アプリケーションの性能を最適化するための技術を開発したり、えー、またえっ、ー、と それからだんだんちょっとご縁があって AI チップの研究っていうところに携わるようになりました。で、えっとまあ、最初の10年間ぐらいはそうやってサーバーの性能解析性能向上っていうところを主に研究していたんですけれども、えっと、2018年10月にノースポールという、まあ、IBM で、えっと、長年研究開発してきました AI チップの、えっとまあ、プロジェクトに 結構初期段階から関わることができましてそちらのプロジェクトの中で、えっと、このチップの論理設計検証または電力評価っていうところをやってきています。で、えっと、最初は部門としてはそのシステムソフトウェアそのソフトウェアチームの一員としてやっていたんですけれども、えっと、2023年の2月から、えっと、セミコンダクター半導体の部門に移動になりまして 本格的に半導体ハードウェアの、えー、と研究に携わるということになりました。で今ここの右側に映、えー、してあります絵が実際に我々のチームで作ったノースポールというチップになるんですけれども、えーとまあ、これを、まあ、みんなで作りましたっていう形です。でこの半導体そのハードウェアを作るっていう経験ってなかなかなくて。 私もこのプロジェクトで初めて関わったんですけれども、まあ、自分の書いたコードがなんか実際にこのものになってくるっていうのはすごい面白い経験だなと思います。でこの、えー、とノースポールの研究成果っていうのは、えー、と去年、えー、とアメリカの方で有名な学術誌であるサイエンスに、えー、研究論文として、えー、と掲載されています。はい、ではですね ま,あまずはじめに AI によるデータ分析ってどういうものなんだろうなっていうところをまあ導入としてお話ししようかなと思ったんですけれどもまあ皆さん今日一日いろんなセッションの話を聞かれていてまあいろんな事例をいろんな方がご紹介されているのでまあ AI で分析するってまあこういうことをやってるんだなっていうのはもうすでにイメージある程度ついているかもしれませんでまずですね、まあえー、AI のデータ分析最初の子って言語処理 自然言語処理っていうところが多かったのかなというふうに思うんですね。で、一つあの社内の事例で面白いものを思い出したので、ちょっとご紹介しようかなと思うんですけれど、えっと社内のコールセンターのログを分析するっていうような事例があります。で、その社内でその IBM のサーバーを売りましたと、そういうお客さんからなんか問題があったときにコールセンターにお問い合わせがきますと、で、そのお問い合わせの内容をその コールセンターのオペレーターの方がその文字でログを残すんですけれども、まあその、そういったログが大量にあると。で、その大量のログから何かうまいこと知見が得られないかっていうとこ,ろことで分析したんですけれども、まあ、その文字を全部人が読むのはもう量が多すぎて無理だと。っていうので、その自然言語処理をうまく使うことで、例えばなんかこういう製品に。 こういう故障があったっていうその問い合わせが多いなとかでそういう時にはなんかこういう症状が出ているらしいとかなんかその一つ一つの,そのログを見ているだけではよくわからなかったことがその自然言語処理で大量のログをまとめて分析することで、えー、特定の製品の故障っていうのが見つけられたっていうような事例を耳にしたことがあります。で他にはでですね、まあ、AI でチャットボットトボ 作りましたとか、または FAQ のシステムを作りましたとか、まあ、聞かれたことあるかとか方もおられるかもしれません。またですね、まあ、画像を処理するっていう意味では、まあ、画像認識であるとか、あとは画像検出であるとか、まあ、セグメンテーションであるとか、まあ、そういったところも、えー、応用がされています。あとはですね、まあ、自動運転に使えないかとか、あとはセンサーデータなどを使って故障検知をするとか。 需要予測をするとかっていうお話も別のセッションでありましたけどもそういうところにも AI は使われています。でまたき今日何度もお話が出ているようなチャット g p t 生成 AI っていうのも近年盛り上がってきている分野ですし、まあ、こういった全体的なさまざまなデータ分析を支える基礎技術として、まあ、機械学習ディープラーニングということも聞かれたことがある方も多くいらっしゃるかと思います。で ここで、まあ、AI の学習と推論について、まあ、簡単にどういうことなのかっていうのを、えー、ご説明したいと思います。でここで AI でやりたいことっていうのはデータを入れて何か結果が欲しい。このデータから得られる情報を返してくれっていうことなんですね。でそのデータを入れてどう処理して 結果が出てくるか、そのどう処理するっていうここ今 FX って書いてありますけどここの部分を作るのが学習ですと。で例えばその今ここで示してある教師あり学習って言われるやり方だと、まあ、学習データとしてこの絵は猫ですこの絵は犬ですっていう、まあ、入力データと結果が分かっているものを用意しますと。でこれを使ってこの FX っていうところを作りますと。 でまあ、推論はそうやって作った FX 関数を使って別の新しいデータを入れてみてこれは猫ですか犬ですかっていうような結果を得るっていうのが推論になります。でこの FX の作り方って実はそのいわゆる AI って呼ばれるものの他にもいろいろなやり方がありまして、まあ、この辺は皆さんの方がおそらくお詳しいんじゃないかなというふうに思うんですけれど。 例えば、まあ、線形回帰を使って、まあ、別のセッションであの簡単なモデルから始めた方がいいみたいな話もありましたけど、まあ、そういったやり方もありますと、あるいはサポートベクターマシンを使ってみる、クラスタリングを使ってみる、まあ、決定義ですとか、ナイブベーズですとか、あとは強調フィルタリングのようなものを使って、まあ、所望の、えー、と結果を得られるような関数を作るっていうようなことも考えられる でまあ、こういったような手法の中の一つにニューラルネットワークというのがありまして、まあ、これがいわゆる AI で使われているようなモデルになりますと。でこのニューラルネットワーク実際にどういうことをやっているのか、まあ、ちょっと数式が出てきてえあのちょっとギョッとする方もいらっしゃるかもしれないですけど私も別に数式が得意なわけではないのでここでその細かい話をするつもりはないです。 であのちょっとご理解いただきたい点はこのニューラルネットワークの形とどういう計算をしているのかっていうところですねよくそのニューラルネットワークでなんかこうレイヤーがあって点と点がこう相互にこうつながっていてそれがいっぱいあってなんか最後に結果が出てくるみたいなそのネットワークの図を見たことある方っていらっしゃるかと思うんですけれど、まあ、これはそのうちの一つを抜き出してきた。 ものです何か左の方から x という入力がやってきてそれをそれぞれの真ん中の丸にこうつないでいってそこにそれぞれの重みがあってでそこで次の y っていう結果が出てきて場合によってはこれを2段3段とつなげていくことで最終的な結果を得るっていうような、まあ、大まかに言うとそういうような構造をしています。で この x から y を計算するやり方っていうのは、えー、とベクトル行列積を計算することと同じだっていうふうに言われています。というのは、この x からそのこの青い丸までの間のこの重みがそれぞれの線についているわけですよね。で、この重みをその書紋の結果が得られるように、えー、どんどん変えていくっていうのが学習なんですけど、この重みを、えっ、ー、と、 パッととと見れるる形にこうまとめ行列で、表すことができますでこれに対してその入力を、まあ、x の1から n をこれをベクトル、まあ、1次元なんでベクトルと呼びますけれども、まあ、これの掛け算プラス足し算をすると、まあ、そこにまあバイアスとか活性化数とか、まあ、ちょっと細かいところもあるんですけれども、まあ 大まかにはそのこのベクトル行列積っていうのを計算することでその、えー、出力である y の値が出てくるでその AI の計算ニューラルネットワークの計算っていうのはこのベクトル行列積のをすごい何回も何回も計算して、えー、実行するんですねなのでこのベクトル行列積をいかに早く簡単に計算できるかっていうのが そのニューラルネットワークをコンピューターで計算するという上では非常に重要です。ここでですね、じゃあそのニューラルネットワーク、AI の計算を実行するチップのアーキテクチャってどういったものがあるのかっていうのについてご紹介します。でまず、えー、と CPU ですね、これは皆さんのノートパソコンにも、えー、携帯電話にも入っている、まあ、いい普通の一般的な。えー 一番メインのチップになりますけれども、まあ、これはそもそもそのいろんな、えー、コンピューターで実行させるいろんな処理を全部、えー、実行できるように設計された、えー、チップなので、の AI の処理もできないことはないんですけれども、まあ、AI の処理だけに特化したわけじゃないので、まあ、ちょっと荷が重い部分もありますと。で、次に GPU ですね。まあ、GPU は使われたことがある方も。 多くいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、まあ、例えばそのクラウドでなんか大量のデータを処理したいっていうような場合には、おそらく裏で GPU を使われていることが多いんじゃないかなと思います。で、GPU っていうのはそのグラフィックプロセッシングユニットの略ですけれども、まあ、その名の通り、もともとは別に AI の計算のために作られたチップではなくて、その画像処理、動画処理のために作られたチップですと。で それがなんで今その AI の計算によく使われてるかっていうとその画像とか動画って、まあ、2次元ですよね。でこれはに、まあ、行列で表されて、まあ、それでいろんなそのフィルターですとかいろんな演算をするわけですね。でこの行列の計算っていうところが、まあ、先ほどご説明したニューラルネットワーク行列で表して ベクトル、行列席をいっぱい演算するんですよっていうところの計算に非常にマッチしてたんですね。まあ、偶然。なので、その GPU を使えばいいじゃないかっていうことで、えー、よく使われるようになってます。ただ、えーまあ、GPU の、まあそ、そうやってそのたくさんの計算能力を持っていて、その AI の計算にすごい向いてるんですけれども、逆にちょっと、まあ、弱点としては、 その電力がすすごい,食うっていうところなんですね、ま、じあのもしそのご自分でパソコンを持っていてあの中に入っている GPU とか見たことがある方がいらっしゃれば分かると思うんですけど GPU って大きいファンがついてこうヒートシンクもついてこうなんか重い動画を処理させるとすごいファンが回ってうるさいとかっていう経験がある方もいらっしゃると思うんですけど。 まあ電力を食うっていうのが一番問題です。で、次の FPGA なんですけれども、これはちょっとまあご存じない方の方が多いと思います。FPGA っていうのは特殊なチップで、この自分でプログラミングできるチップになります。普通、プログラミングっていうとソフトウェアを書くっていう風に思われるかと思いますけど、これはハードウェアをプログラミングできます。ただ、 やっっぱりそのハードやプロググラミングするってその難しいですよ、ね、だからえと最近ではその C とか,か Python とかまあそういったよく使い慣れているような言語からこの FPGA のコーディングをできるようにするっていうようなフレームワークもあったりするんですけれどもまあそ,ういうそれを使ってまあ,ある用途には使えるけれどもまあ本当にえとチューニングされたものを作るっていうのは まあちょっっと難ししい場面もあったりしますとで最後に、えっと、今回のトークで対象にする AI チップなんですけれどもこれはもう完全に AI の計算に特化して設計されたチップになります。でまあ対象となるその AI の演算に特化されてますので当然、まあ、GPU なんかよりもその電力効率がいいし、えー、早く処理できるしっていうところを目指していて。 えーまあ、IBM でもそうですし、まあ、他の会社でもいろいろベンチャーも含めていろんな AI チップが開発されています。でこれが、えーとまあ、今ご紹介したいろいろな、えー、と AI を処理するチップのにおいて、まあ、どういった性能の違いがあるのかって、まあ、これはカタログスペックなんで、まあ、実際の,その AI を 動かした時の、えー、と性能とは、まあ、若干ずれはあるんですけれども、まあだれ、大体こんな感じだということで見ていただけたらいいかなと思います。で、ここで ASIC って書いてあるのが、えーと、先ほどご紹介した AI チップにあたるものです。で、まあ、緑の FPGA、赤の GPU と比べて、その ASIC、AI チップの方がこの指標、これがまあ電力効率で、 えっと左上にいくほど良いっていう形に読んでいただければいいかなと思いますけど、まあ、電力効率がいいのは、えっと、ASICAI チップだっていうのがお分かりいただけるかなと思います。でですねここでですね、まあ、AI の、まあ、普及してきていますと ChatGPT、まあのようなモデルも出てきていますし、まあ、今後どんどん他のモデルも出てきますし、まあ、どんどん大きなモデルも出てくるかと思いますと。 そういった中でやっぱり消費電力っていうのは、えー、最近問題になってきていて、えー、例えばその国際エネルギー機関 IEA によるレポートだと、えーまあ、2026年に全世界でテラワットを超えるような、えー、予測があったりですとか、まあ、日本国内でも、まあ、AI サーバーの電力が2027年末で、えー、2024年末の1.5倍になるだろうとかっていうような予測があります。で 今後もその AI をどんどん活用していくためにはこの電力消費をどうにかするっていうのはすごい大事な問題なんですね。で新しいモデルを使いたいのに電力を食いすぎるから動かせないっていうようなことが起こるとちょっと困ってしまうので、まあ、電力消費を抑えるようにしようっていうような研究はたくさん行われています。で、えーとまあ、先ほどのグラフでご紹介したように AI チップはその特化しているので、えーと、電力効率を良くするように設計されているというところがありますので、まあ、AI チップ、えー、非常に注目されているところです。で、ここで、えーとまあ、いろんな会社が AI チップの研究をしてますよという話しましたけど、まあ、どういったものが実際あるのかというのをちょっとご紹介したいと思います。AI チップには主に2種類ありまして、 学習もできる推論もできる両方でききる両方ますよっていうチチッッププと、まあ、推論専用でですすよよよっってていいうううなチップがありますで学習もできるよっていう場合は先ほど言ったそのネットワークの重みをどんどん変えて、えー、と最適な答えが出るネットワークを作りますっていうところの機能が必要です。で推論専用の方はそういった機能は必要ないんですけど、えーまあ、学習は GPU を使ってやりますとかっていうような形になってます。 で学習もできるチップとしては、えっと、まず Google の TPU っていうようなチップがあります。Google はえっともう長年そのこの AI チップの研究をしてきていて TPU、えっと、最近最新のが発表されたんですけれどもそれが第6世代だったはずです。でこれは Google クラウドの中でえ活用されていて、まあ、もしかしたら Google のクラウドを使って 何かえっ、ー、とデータ分析をされた際には、実は後ろに TPU が動いているっていうようなこともあるかもしれません。で、インテルもですね、同様に学習用の Gaudi というようなえチップをえっ、ー、と開発しています。で、一番最近、えー、発表された Gaudi 3というチップでは、まあ、データセンターでのまあ、生成 AI とか LLM の実行を主に対象にしたチップだっていうふうに言われています。 あとはですね、まあ、国内で、えー、開発されている AI チップとして、えー、PFN、プレファードネットワークスという、まあ、ベンチャーの、えー、と企業が、日本の企業があるんですけれども、えー、そこが、えー、開発している m n コアと呼ばれるチップがあります。でこちらは、えー、と AI の基,基盤モデルの、えー、と学習フェーズに最適化したようなチップとなっていまして、えー、と確か兵庫の方の 大学と共同研究されれれててていいて、まあ、これを使ったサーバーバも、えー、作られていますで、まあ、推論専用の方はどうなのかっていうと、r、まあ、リープマインドという、これも日本の会社なんですけれども、こちらが e、えー、f f i c i e、ER、l という、えー、と AI 専用の IP、これは、えー、と実際に自分たちで作ったチップではなくて、そのチップの設計図っていうことなんですけれども、まあ、そちらを作っています。 でこれは、えっと、コンボリューションニューラルネットワーク CNN の推論に特化した、えー、設計になっています。で、まあ、最後に、えっと、IBM のノースポール、まあ。IBM 社内で実はいくつかの,の種類の、えー、AI チップを、えー、研究開発しているんですけれども、まあ、私が携わったノースポールという AI チップがありますと。で、これの特徴としては、えっと、AI モデルの実行に 必要な電力を抑えるということを一番の目的にしてましてそのために AI モデルの情報を全部チップの中に入れてしまってそれで推論を行うっていうことで、えー、と電力を大幅に削減していますでここが実際にどういうことをやってるのかっていうのはこの後ご紹介していきたいと思います、はい、ということで、えー、と IBM のノースポール 私がこれに2018年から関わっているものになります。最初にご紹介させていただいたとおり、去年10月にこちらの研究成果がサイエンス誌に発表されています。特徴としましては、データの移動にかかるコスト、時間もそうですし、もちろん電力もそうです。そういったところに着目しまして、 そのデータの移動によるオーバーヘッドを、えー、極力削減することによって、まあ、電力効率を上げたというようなチップになります。でまあ、いろんな AI モデルを実際動かして、えー、計測ということを行いましたけれども、えー、GPU に比べて圧倒的な低消費電力を実現することができました。で私自身はこのチップのロジック設計、そのチップの、えー まあ、プログラミングとかが設計ですね。それと,、えっと、その設計したロジックのシミュレーションと、えー、消費電力の検証というところなどを担当しましたで。まずですね、そのデータの移動に着目して消費電力を減らした、これってどういうことだっていうことについて、えー、ご紹介したいと思います。まずですね、まあ、この、えー、といわゆる今,今の一般的な コンピューターってこのフォン・ノイマンっていう人が発明したので、まあ、フォン・ノイマン・アーキテクチャって呼ばれるんですけど、まあ、そこにそのアーキテクチャの、えっとまあ、ざっくり言うと計算をする CPU とデータを置いておくメモリがありますとこれが別々に分かれています、まあ、皆さんの持っておられるノート PC でも携帯電話でもそういうような構成になってますとでこの CPU とメモリが分かれているっていうのは まあそれぞれがそれぞれに特化したその最適化を続けていくことによって性能向上してきたっていう面ですごいいいことでもあるんですけれどもえ逆にそのデータの移動が発生するっていう意味でちょっと問題になっているっていう面もあります。例えばですね今ここに出ている猫の画像えとあるネットワークでえー処理したいまあ推論してえ解析したいっていうようなことを考えます。 でまず最初はこの猫の画像も AI モデルの情報も全部メモリ上にありますと。で、これをこの CPU、チップの上で処理したいっていうときには、まずこういうふうに猫の画像の一部とネットワークの一部を CPU まで持ってきますと。で、持ってきて、まあ、その部分、持ってきた部分について計算が終わったら、じゃ次の えー、ネットワークの処理したい部分っていうのをまたメモリから持ってきてで先ほどの結果と合わせて処理をしますとでこれをどんどん繰り返していくと最初に持ってきた、えー、猫の画像の一部分については処理が終わりますとじゃ次に別の部分猫の画像の別の部分を持ってきてでネットワークはまた最初から持ってき直して処理しますと。 こうやって繰り返していって、またこの画像について、えー、ネットワーク次、次ってまた持ってきて、処理が終わったらまた画像の次っていうふうに、えー、どんどん繰り返していって、えー、全部の処理が終わるっていう形になります。で、これは今、説明のために、えー、このちっちゃい画像とちっちゃいネットワークを分けて説明してましたけど、まあえー、となんとなくそういうことが起こっているんだなっていうのはお分かりいただけたかなと思います。 でこういうふうなその処理をするためにメモリからデータを持ってくるっていうのが何度も発生する、えー、こ,この移動のコストのことをフォン・ノイマン・ボトルネックと呼んでいまして、まあ、持ってくるのに当然時間もかかるし、えー、データを移動させるのにやっぱり電力が、えー、使われますので、まあ、ここをどうにかしたいっていうのが一番のモチベーションですとじゃあノースポールではこの問題を解決するためにどうしたかって言いますとこの 真ん中の、えー、ノースポールチップの中に、えー、ネットワークを全部、もう最初から情報を入れてしまう。メモリーは使わない。で、この状態で、えー、猫の画像をもう一気に入れてしまうと、まあ、ネットワークの情報はもうチップに、えー、ありますので、いちいちメモリーからネットワークを持ってくる必要はない。なので、チップの中で全部の処理ができて、えー、そのまま結果がチップから返ってくる。 これでそのデータの移動を大幅に削減することができました。で、これをもうちょっと具体的な図で、他と比較してどういうことなのっていうのをここで簡単にご説明したいと思いますけれども、これは GPU、TPU、CPU、あとノースポールのそれぞれのチップの中身を 簡単に図示したものですけれども赤いところがメモリーデータを置いておく部分で青いところが演算機実際にデータを使って計算する部分ですとで、えっと、GPUTPUCPU それぞれ見てもらって、えー、分かると思うんですけれどもまあメインの計算をする青い部分と、えー、データを置いておく赤い部分っていうのが分かれているっていうのがお分かりいただけるかと思いますなのでその 処理したいデータ処理したいネットワークっていうのが赤いところにあってそれを青いところに持ってきて処理をして結果をまた赤いところに戻すみたいなその生き返りの、えー、手間が、えー、かかってしまいます。でノースポールではどういうふうにしているかっていうとこのようにチップの中に、えー、細かい、えー、小さいコアと呼んでますけれども、えー、小さいその演算機とメモリのセットになったようなものが。 たくさん並ん並でいますでこの、えー、散りばめられたメモリーにそのネットワークの情報を分散して置いてあってその横に、えー、そのネットワークを処理するのに必要な演算機を置いてます。なのでその遠くのメモリーから演算機まで、えー、わざわざデータを運んでこなくても、えー、すぐ横にある演算機で必要な計算ができて、えー、その ネットワークの推論の結果が出せるというような構造になっています。えー、とこれはあまり細かくは説明しないんですけれども、まあ、実際の、えー、とチップの設計はどうなっているのかっていうのがこの図になります。でこの真ん中のですね、えーと、真ん中の下の図が実際に、えー、とチップの中の配置がどうなっているのかっていうところなんですけれども。 青いところがメモリーですと赤いところが、えー、ニューラルネットワークの計算をする部分ですで黄色いところはいろんなコントロールをするような部分なんですけれども、えー、こうやってその青いところと赤いところがもう入り乱れてますよねこうやってすぐ計算するところの横にメモリーがあって、えー、すぐ近くで色もう極力少なく計算ができている。 っていうようよなこととが、えー、見てわかるかるなというふうに思いますでこういったような、えー、単位のコアが 16×16、えー、16の256個入っているのが一つのチップ、一つのノースポールチップになります。でえーっとまあ、ここで,です、ねえー、っとノースポール実際に使うのにどうやってるのというのをご紹介しておきたいかなと思う,思うんですけれども。 まあ、ノースポールのソフトウェアスタックとしては、現在は PyTorch を採用しています。PyTorch で GP を使って、えー、ノースポール向けに学習をして、それをノースポールで動かすっていうようなことを行っています。でえーっとまあ、先ほどちょっとご紹介しそびれたんですけど、えっと、ノースポールの,その中身としては、えーっと、データのサイズとして8ビット、4ビット、2ビットの、えー 処理を、えー、とサポートしていますで、えーとまあ、最近のそのニューラルネットワークの研究で、まあ、そのニューラルネットワークの計算を、えー、の電力を削減したいっていうのは当然みんないろいろ思っていてそれは別に GPU で、えー、実行する時でも同じなんですけれども、えー、とそういった中の一つとしてそのネットワークの、えー、とデータサイズを小さくする一つ一つ,つの重みのデータを 小さい、えー、少ないビット数で表して推論しようっていうような研究が行われていて最近ではその、まあ、学習は例えば32ビット16ビット使ってやるんだけれども推論は実は1ビットでも大丈夫だとかっていうような研究もあったりとかします、まあ、そういった意味でその小さい、えー、ビット数小さいデータに変換するっていうことを行ってますえ、えーと パイトーチでは、まあ、そのために、えっと、通常、まあ、GPU は使うんですけれども、まあ、最初はそういった3 2ビット、16bit、えー16まあ、大きい、えー、とデータで学習をしてその後に、えー、とノースポールの,そのビット数に合わせて、えー、ファインチューニングを行っていますで。そうやって学ノースポールのに合わせて学習されたネットワークを、えー、とノースポール専用のコンパイラーを使ってノースポール上で 実行できる形にコンパイルを行いますとで。こうやってコンパイルしたネットワークを推論の時にはあらかじめノースポール上に展開してチップの中に全部そのネットワークの情報を入れておきますと。でそのっと入力データをランタイム API っていうのを通して ノースポールに渡してあげることで、結果をまたノースポールから受け取るっていうようなことを行っています。でまたその、このソフトウェアスタックの中には、バリレーター、まあ、検証用のツールということで、えっとまあ、ノースポールの動きをソフトウェア的に、えー、再現するようなツールが入っていまして、えーまあ、実際のノースポールのハードウェアで動かさなくても、えーと、ソフトウェアでその動きを検証するっていうようなことができます。 でこういったそのソフトウェアスタックっていうのは、まあ、AI チップごとにいろんな会社が作っていまして、えーまあ、上のフレームワークっていうのは、まあ、できるだけ、えー、使う人が慣れている使いやすいようなフレームワークがいいので、まあ、PyTorch ですとか、まあ、有名なところでは TensorFlow ですとか、まあ、そういったものを採用していることが多いですけれども、まあ、下のコンパイラーとかランタイムっていうのはやはりその AI チップそれぞれ独自のアーキテクチャをしてますのでそれぞれに合わせた コンパイラーが必要になってきますで、えー、とちょっとその、まあ、ノースポール、えー、そうやって電力消費を抑えたって言ってるけれども、実際どれくらいのものなのっていうのを、えー、とご紹介しておきたいと思うんですけれども、えー、こちらが、えー、と GPU や、まあ他の AI チップや CPU と、えー、比較したときの、えー、電力性能、あと空間効率の、えー、と実験結果になりますと。 えとこれは、えー、とレスネット50という、まあ、よく知られている画像認識モデルで、えー、との、えー、と実行結果ですけれども、えーまあ、GPUV100 と比較して、まあ、25倍の電力効率ということで、まあ、圧倒的な低消費電力を実現することができました。でまあ、他のモデルにおいてもですね例えば、えー、と物体検出のヨロ V4 ですとか 言語モデルのバ、えートベースにおいても、まあ、似たような感じの、えー、結果を、えー、出すことができていて、まあ、ノースポールで採用した、えー、低消費電力に向けた構成っていうのが、えー、実際に実証できたというふうに言えます。で実際の、えー、とノースポールのユースケースとしては、まあ、推論専用ということで えーまあ、例えばそのより低消費電力が求められるようなエッジデバイスでの利用っていうことを考えています。で、まあ、エッジの利用はま,あまず最初に考えているんですけれども別にだからといってサーバーで使えないっていうわけではなくてサーバーでも、まあ、サーバーだと GPU をたくさん積んであるっていうケースが多いんですけれども、えーまあ、学習だけではなくて 実際に学習されたモデルを使っていろいろな推論をするっていうことも多くあります。でそういった時に、えー、とこのノースポールを使ってそのサーバーでの推論処理を早くしようっていうようなことも考えてます。まあ、あとは、まあ、自動運転ですとかドローンの画像の処理ですとか、まあ、航空画像の処理とかいろいろ考えられるかなというふうに思います。 で実際に、えー、とノースポールを使って動かしてみた例を、えー、と最後にいくつかご紹介したいと思いますけれども、えー、こちらは、えー、と物体検出のヨ o V4 のモデルをノースポール1個に入れて、えー、実際にこれはアメリカの研究所のなんか近くの道路を撮影したものらしいんですけれども、まあ、この、えーまあ、自,自動運転をまあ想定したような、ね、車からの動画になりますけど これでそのカメラに何が映っているのかっていうのを検出するようなモデルになります。まあ、こういったものが大変すごい低消費電力で動かすことができるので例えば車の上に乗せて自動運転に役立てられないかっていうようなことは考えています。あとはえっと似たような例ですけれどもこちらはえっと航空画像の中でまあ同じように その画像の中に何が映っているかっていうのを動かしているデモの例になります。そうです今これちょっと入力のピクセル数が限られているのでこの真ん中でこの赤い枠が動いている部分を左で検出しているっていうこと感じになりますけれどもここに電力結果が出ていまして。 えと今このデモですと平均してえ65ワット程度の電力でこういった処理ができるっていうのがえと例としてありますと。まあ、これ以外にもまあいろんなモデルをえーノースポールで実行することができますのでえこれをじゃあチップとしてはできたとじゃあ実際にどういうところの分析に使ったらいいのかっていうのはえこれからいろいろえ考えているところです。 えっとこれで最後になりますけれども、えー、まあ今日の、えー、セッションで、えー、少しでも AI チップって、えー、どういうものかなっていうことについてなんとなくイメージしていただけたら嬉しいです。えー、どうもありがとうございました。どうさんありがとうございました。あの質問がいろいろ届いているのでこの後ちょっと Q&A セッションに入っていきたいと思います。 はいあのー、半分ぐらいの方が、ね、あの AI チップはどんなものかというものを知りたいとこのセッションに参加していたのであのいろんな質問が届いています。どんなところからご回答をいただき全部で今9件来てますがもし他にあのここでもご質問してみたいとかありましたら会場からもあの手を挙げていただければ、あのーはい、その場でもご質問可能です。どこからきますかか、ねま、かららいいききままますねずしょうか人気順で、はい <laughs> はい はい、AI チップは逆に GPU にも向いているということもあるのでしょうかあ、えー、とこれは多分えっと質問の意図をちょっと解釈しますと、えっと、GPU は、まあ、AI チップと同列の、まあ、チップの種類にな,なりますので、まあ、AI チップがその画像処理にも向いているのかどうかなっていう、えー、ご質問だと、えー、理解して、えっと、回答させていただきますけれども。 えっと、AI チップは、えー、画像処理はおそらくできないです。えー、もう完全にその AI の処理に特化した機能しかつけていない、まあ、そ,のそのおかげで、えー、より、えー、高性能な、えー、処理ができるっていうような設計になってますので、えー、画像処理もやりたいってなると画像処理をするための機能っていうのを入れなければならないので、まあ、そうすると逆になんか GPU と同じになってしまう。 っていうので、AI チップの意味がないっていう感じになってしまうので、えー、GPU がやってるような画像処理に使うのはお勧めしないです。はい、ありがとうございます。そうですよね。なんか、そういうふうにこう逆に質問で聞いていくと理解が深まっていいなと今思いました。はい、ゃあ次いってみますかね、はい。IBM ノースポールと同様にチップ内にモデルの情報を保持するアーキテクチャを取るチップはあるのでしょうかえっと、まあ。 現時点では、私の理解では、え他のチップではこういった、えー、構成をとっているものはないです、まあ。他のチップがどういうところを工夫しているかっていうと、まあ、例えばその,、えー、そのモデルの自体の計算をうまいことやるようにする。だから、ネットワークは、えー、と大きすぎて、えー、チップには入れ,ない入れられないんだけれども、えー、その計算を、えー 効率的にやれるようにその回路を工夫するっていうようなことをやっているものはいろいろありますしそれはいろんなエラ AI チップによってその工夫の仕方っていうのはいろいろ違います。で逆にそのモデルの情報を全部チップに入れることによって、えー、まあドローバックっていうかその逆に弱点っていうところも実はあってそれは要するにその まあ、チップの中のメモリーのサイズって決まってるわけですよねでそれは決してそんなに多くはないんですよなのでそのチップに入らないモデルだと実行できないっていうことになっちゃうんですねでそこは、えーとまあ、それをどういうふうに克服するかっていうのは当然私たちのチームでも研究しているところで、えーまあ、一つのチップで入らないんだったらいっぱい並べたらいいじゃないっていう <laughs>、まあ、すぐ素直に、えー、思いつくやり方ですよね まあそういったやり方で、えー、まあまあ話題のその生成 AI とかそういったようなもう巨大なモデルをまあ動かせないかっていうようなことは、えー、いろいろやってます。まだここは可能性をどんどん掘っているところですね,ですね。ありがとうございます。はいでは次 IBM ノースポールでモデルの情報チップ内に保持あこれはさっきやった 保持するということは他のチップよりもチップ内の容量が必要になるなど課題はありますかちょっっとさっき触れたそうですね、まあ、関連したご質問をいただいているかなと思いますけれども、えっと、途中でそのチップ内の設計でメモリーがこういうふうになってて赤いところが計算をする部分でこうやって見られ,れてますよみたいな図をお見せしたかと思いますけれどもあれ,あれでその1つのコアの中のメモリーって大体もう半分ぐらいいっぱい使ってるんですね。 なのでやっ,ぱやっぱりそのモ,デルのモデルを全部チップ内に置いて、えー、電力を減らしましょうというような方針にした時点で、えー、そのチップ内にメモリを置かなきゃいけないというのは、まあ、分かるわけじゃないですか。でまあ、今回の、えー、っと設計では、まあ、ある程度の量を決めてメモリを置いておきましたけど当然将来的に例えばもっとメモリを増やそうだと えー、なんかもうちょっと工夫して、えー、モデルを置くようにできないかとか、まあ、そういったことは考えられるかなと思いいいいままますすすはい、ありがとうございます続々いきます近年、AI モデルの進化のスピードは非常に速いと思いますが、AI チップはどのぐらいのスパンで新モデルを開発されていや、ここは、えー、非常にいいポイントだと思います。 やっぱりそのハードウェアを作るってすごい時間がかかるんですね。まあ設計をするっていうところもそうですし、まあ、設計をし終わった後もそのなんだろうねコード的にプログラミング的に設計をし終わった後でもそれを実際に製造できるチップの設計図に落とすっていうところもすごい時間がかかるんですよね。それはその物理的にこの何だろう。 ちょっと細かくて申し訳ないですけどその演算素子をここに置いてこれとこれをこ,こ,う,こうつないでこうそれが何層もあってここをどうやってつないでいくかとか電力をどうやって配置するかとかなんかすごい細かい問題がたくさんあって、えー、その実際の,その製造の設計図を作るのにすごい時間がかかりました。でそのソフトウェアでその AI モデルをいろいろ開発されている場合は ま特に GPU なんか使ってるとすぐいろいろ試しますので、えー、当然もっといいモデルもっといいやり方っていうのはもうどんどん出てきます。でそうやって AI チップを作るのに時間がかかって例えば 1, 1年2年3年先のものを今から始めるっていう時にじゃあその実際にでき,できてくる時に、えー、使えるもの使えるアーキテクチャって何だろう で今はまだないモデルがその時にはでできてるわけですねだけどそれを今から予測するのはすごい難しいんだけどどういったものを作ろうかっていうのはすごい考えるところですしそのあ,んあんまり尖りすぎて特化しすぎてるものだともしかしたら作った時にはもうモデルとして捨てれてしまってるかもしれないしでも逆に汎用的に いろんなモデルをで使えるようなものにしようとすると実は性能があんまり出せなかったりっていうところもあるのでそこは非常に、えー、興味深い、えー、トピックでまあそれはそれぞれのやっぱり AI チップの判断になるかなと思いますはいありがとうございますそうですよね生成 AI のこのブームを誰が予,予見できたかっていうところもそうなんですよね、はいはい、ありがとうございますはい次初歩的な質問で GPU とチップの違いはどこなのでしょうかあそうですね、GPU はまあチップの一種だと思ってもらえればいいです。えっとまあ、CPU もチップの一種だし、GPU もチップの一種だし、FPGA も AI チップもまあチップの一種です。はい、はい、ありがとうございます。では次、学習と推論が可能なチップと推論専用のチップがあるとご説明いただきました。学習と推論時では同じ言語で行うのでしょうか 例えばチップ上で推論というと、どうしても c 言語などを思い浮かべてしまいますが、学習も c 言語で行うのでしょうか？はい、えー、ご質問ありがとうございます。えっと、ま、ノースポールのソフトウェアスタックのところでちょっとご説明しました。けれども、ま、ノースポールの場合はえっと学習はえパイ統治 python で行いますと。でえー、推論はえっと。もう、えー、その学習のフレームワークはえー。 関係ないのでというか、まあ、ノーースポールの場合は、えっと、C++ を採用してますでもそれは、えっと、それぞれの AI チップを作ってる、えー、企業が、まあ、どういったフレームワークを採用するのかっていうところなので、まあ、それぞれ違うっていう形ですね、まあ。C で学習をするっていうケースは多分あんまりないと思いますね。やっぱり既存のよく使われてる AI フレームワークを使って、えー、学習 できるようにするっていうことが多いと思います。はい、ありがとうございます。次は ai チップは熱暴走はないですか？えー、ないこともないですが、えー、ないようにしますえ、<laughs> それは別に ai チップに限らず、どのチップでも同じことかなと思います。けれどもまあ、当然そのチップを設計して、このチップがえっとフルで動いた時にはどれくらいの熱が出てっていうのはあらかじめ。その。 まあ、予測しておいてそれに合わせた、えー、とヒートシンクなりファンなりっていうのをつけて、えー、作ります、ね、それはそうしないといけないですそうですよね結果が異なってたら怖いですありがとうございますあの時間が来てしまったのでちょっとコメント省きましてあ次もう一つ最後いきますかね AI チップも事前学習させるのですかという。 これは質問の意図はどういうことです ?AI チップ自体を学習させるということかなど,どうなんだろうじゃあ次いきます。すみません。はい。<laughs> じゃあヨロの、はい、ヨロ V4 という名称が目に留まりました。有名な、あ、これもコメントですね。ここもコメントですか、ね、一番下ですかね。はい。AI チップは画像処理に向かないとありましたが、ヨロ V4 の物体検出の例は画像処理か。あ はい、違います。ちょっとこれはご説明が悪かったかもしれないですね、えっと。画像処理をするような AI モデルは当然 AI チップで動かせます。えー、ただ、まあ、GPU で一般的に行われているようなその、まあ、動画を描画するとか,なんか画,像の、まあ、画像の加工をするようなモデルを作ればそれは別に AI チップで、えー、動かせるんですけれども、まあ、GPU の代わりをさせるようなことはできないという。 えー、意味ですね。はい。当然その画像処理を行うモデルっていうのはたくさんありますので、そういったものは AI チップで当然動かしていただけます。はい。ありがとうございます。たくさんまだちょっと質問残っていたんですが、あのお時間となってしまいましたので伊藤さんにははいここであのセッションを終了とさせていただきます。伊藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。